次のレースに来ました。プラクティス、また練習をしていきたいと思います。ここはどこだ？おお、なんか難しそうなとこだな。綺麗でも、おお、キワいね、キワいね、ひどいね。最初はゆっくり走ろう。このぐらいでいいか。コースを知ろう。めちゃめちゃ綺麗じゃん。オータム感満載だけど、めっちゃ紅葉してる。ん？ここやった記憶があるな。やってないかな。一周が長い。トンネルを抜けた先は大きな左カーブでした。ちょ、ジブリっぽい、ジブリっぽい。もうなんか覚えるの大変そうだなこれ。うん、これやったね。エンデュランスかな。エンデュランスで来たかも。オッケーオッケー、じゃあやっていきましょう。ちょっとラインをね、ちゃんと。セクター1は好タイムだ。はーい、そりゃね、最初だらだら走ったから早めに首振っちゃうな。ここ割と緩やかだぞ。ここ気持ちいいね。3かな、キヘアは3かな。ここのカーブは、ここ気をつけないと危ないね。上り際で、あ、もっと落としてよかったか。素晴らしいラップタイムだ。あざす。まあそりゃそうだ。で、ここでちょっと強く踏みすぎてるな、さっきから。今のセクターは前よりタイムを落としている。オッケーオッケー。ここ難しいな。こんぐらいで抜けれる？トンネル上がったところでブレーキ。いいね。これなんかすごく乗ったりした車で走りたいかも。ここ高低差あるし楽しいね。ちょっとブレーキが遅すぎたね。
上がりきる頃にはもうやばいから。ああ、ペナルティ。今のラップはタイムを落としている。はい。ああ。正面のやつに追いついてみるか、頑張って。あと4分しかないけど。いたいた。ダメだな、ここ下手くそだな。あー、失敗した。3分半あるから追いつけるでしょう。オッケーオッケー。失礼。ああ、そんなにゆっくり走る？勝っちゃうけど俺。今のセクターはさっきよりもタイムを落としているぞ。はい、ギアボックスに少々ダメージがある。マジか。こうやって一緒に走ってて、そこでそんなにブレーキするって感じている場所がだいたいオーバーテイクできる箇所になるのかな。おー、滑る。ここもチャンスか。こういう感じでいきゃいいのか。はいはいはい、怒られるけど。こうやって走ってそこもね、かなり、ここもかなり落としてるから、イン側からスーッて入っていいんじゃないかな。こことかも相当落とすよね。ごめん。ここは割とスピード出して、なんか取れちゃったよ。俺のせいだな絶対それ。ここもふわーっと、あ、速すぎたな。ここも大きいからね、道が抜かせるような気がする。うん、オープンホイールはレベルが低めに設定されてる。絶対そもそも高速だからね、すごく速いレースイベントだから、普段レースゲーしない人にもううまく走れるようなレベルデザインになってるんじゃないかな。ここなんでこんなにスピード落としてんの。本調子じゃない。本気で走ってないだけ。
だって後ろの人詰まってるよ。あーごめんごめんごめん、ほらもう練習終わりだから。あーあーあー、パンクさせちゃったよ。すげえ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 じゃねえ、パンクしてる。完全に俺のせいだよね。オッケー、いろいろなことが知れたからいい練習になったね。